お疲れちゃんすらです。今日ですね、こちらディガポイボールブレイカー最新バージョンやっていきます。ってことでマイティーオールブレイカーからゴルダイン型がね生まれちゃったので、今日はちょっとこれでいこうかなと。テンプレはねマイティーでゴブリンですね。はい、コウモリの枠がなんですけども、多分ねそのマイティーゴブリン型に強いんだと思います。はい、海外のアサフっていうね、ほんとトッププレイヤーがね、まあ、使ってるデッキなんですけど、こちらが。まあ、やっぱゴルナイ、強い。強すぎる。壊れてる。加工足んないんじゃねえかっていう。まあ、めちゃくちゃ強いゴルナイをね。はい。まあ、やっぱ入れたいよと言ったね。やっぱ今の環境、アーチャー、ゴブリンが流行ってるので、そこに対してのゴルナイダッシュがね、刺さります。はい、結局ね。ああいう後ろアーチャーとかも、ゴルナインの言ったら餌でしかないので、まあそういったとこでしっかりゴルナイン走らせていこうぜというデッキですね。でトルネードがねないんですけど、やっぱゴルナインってゴルナイントルネが強いじゃないですか。まあでもトルネードないんですけども、まあゴルナイントルネ強いよねと。なんか今おかしかったなトルネードないんですけども、ゴルナイン自体はね全然強いよねと言ったところで、マジスキルを使うタイミングでだいぶ飛ぶか飛ばないか変わるんで、もうほんと細かいとこですけどね、ちょっとそこ意識してやっていきたいですね。今ちょっとアド取ってますね。さあボムなので、ワンテンポ待つのがね意外と大事だったりしますね。待つ。うまいプレイはね、ゴルナイ、いや、スキル、まだ使わない、まだ使わない、まだ使わないみたいなのがやっぱよくあります。そんなので、じらしていこう。こんぐらいで。タワーまで行ったらもっと良かったけどね。まあ、無理に使わなくてもいいんでね、正直スキルって。さあほぼミラーの相手はマイティー型なんで、ゴルナイがゴブリン通ってタワーまで行けばもう勝ちっすよね。正直ポイズン削り強っ。まあ俺もなんだけど、さあ暇なんで、でここからのゴルナイ追加が強い。これでそうゴブリンが来るんですよ。だからこれに対してタイミングよくこれですね、走るとタワー行きます。ん、タワー行くんですけど、よくなんでここでディガー飛ばして、これにゴブリンでこう咲かせてからの追加ゴルナイがねやっぱ強いのだけども、そんな簡単にうまくはいかない。ポイズン打ってこうお互い数値ポイズンってやばいよ普通に。あれ？え？そんなラッキーある？まあ、これはゴブリンしかいないんで、陸向け。で、これでタワーまで行くと美味しい。が、行かないんですけどね。これゴルナイ下手なだけです。今使ってる人が。ディガーが入る、ボム使わせる、これっすよ。これでアーチャーいるでしょ。だからこれでチュンチュンチュチュンのチュン、いやそうなんです、これをするだけで勝てるんですこの対決。よいしょ。なんでボム、おいビビるね。ポイズンでさあ勝ちですよと。多分大丈夫か。はいはい、これですね。なんでこう待って、高めの施設低めのユニットがこう来るときにダッシュ。はい、まあでも本当押すタイミングだけでね飛ぶか飛ばないかだいぶ変わるんで結構重要っすね。さあ沼りんごさんですね、よろしく。一旦ねセパしときどくなんでね、また同じパターン。あ、なかったわ。
ドリル来たっすね。ゴブリンちょっと狙っていきたいな。ゴブリンが出そうなタイミングで足前ゴルナやってダッシュ。眠てんのか。これやべえな、マジバグってる、バグってんな。これ高回転ドリルか。大砲ありそうだな。あーそうっすよね。ちょっとサイドを変えます。さっきからあんたコスト使いすぎやろって思ってんで。この辺で一旦ね、分からせとかないと。いやーでかい、いやでかい、だいぶ入ったな。ホンダが入ってくれると、まあでもこっからは相手はトルネがあるんで、トルネゴルナイ、トルネゴルナイフィーバータイム来る。さまじ、お互いゴルナイ殴り合いです。これはもうゴルナイとゴルナイで勝つ。でゴルナイ持っていく。で遅れてこの辺で走るとゴルナイに、んー、なんか微妙だな俺の持ってる感じじゃねえ。あ、まあでもポイで落ちるんで俺右攻めればよかった。冷静にポイっとくか。さあこれ耐えれるか俺怪しいぞ。耐えてさあ逃げ切り。危ねえなゴルナイの殴り合いです。いやマジマッチングでね、ほぼゴルナイめっちゃいる、溢れてます。さあマルポヨー、かわいい名前の人が来たっすね。いってらっしゃい、投げ毒オールブレイク。墓石。まあ、ラバー、スケラ。やべ、ミスった。ミスったんで、ディガンまで行ってあげる。お、遅延スケラっぽいっすね。しかも、ラーシャ結構入る。いや、美味しい、美味しい、美味しい。珍しい。遅延スケラ、神相性なんじゃね？どうなんやろ。さあ墓石回んないぞ。これで回るよ。でダッシュして、おい、この一発強え。でボム置いて、はい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 、アイスイズビビナイトか。無課金型のチェーンスケラっすね。チャンピオンがいね。ボーポイしてもいいし、アーチャーで守ってもいい。アイスイズ、しばっ。さあ、コウモリ。うんうん。マジ、困ったらボーポイガンナが強いな、これ。で、こういうのでね、墓石とか使わしてね。トルネか？キング起動。これは相手が諦める可能性がある。だいぶ今の近況やってんな、さすがに。これタルババが前まで来たら走れるっすね。いやでも来ないか。さあもうこれはさすがに暴行してるだけでいいんで、いただきますかね。
あーしっかりポイズン打ってきた。まあ、問題はこっからですよね。チェーンスケラの防衛硬いじゃんってとこなんで、まあこっからでも、結局みたいなとこある。ゴルナイ走らせたいね。ナイトいるから。あ、マジで下手。ゴルネセンスがないけど、このデッキは使いたい。さあタル使ったんでオールブレーカー行って、気持ち程度にウッドも添えてね。入れ、うっ、ゴルナイ、ゴルナイ一生ゴレしてる。さあボーポイでなんとかなるでしょう。ディガーウォールブレイカーゴルナイ追加強そうじゃね。お、これアイスイーズがさ、ほらほらほら、こっち来いよ、もうちょっと。おい、来たー。はい。ちょっと待つ、ちょっと待つとユニットがね道を作ってくれるんで、いやー気持ちいいなー、マジゴルナイ。さあ27位ついてんな。チームリキッド強そう。さあトルネ、トルネ使った後のコウモリは強いよね。エリジャイか、うーん、ゴレか、ゴレチャンス。ランバーフェにトルネなんで、いや、ゴレは、マイキーじゃない分ね、嫌ですね、正直。さあ、でもここ、プレッシャーかけていきたい。え？まあ、そっちが第一なのはわかるんだけど、問題は、だいぶ行かれるようになったっていう話なの。関係ねえのか。エリコンを受けたらそれが全てってことなのか。さあだいぶダメージのリードは取ったけど、まあ、だいぶエリクサーのアドは取られてるよと。まあ、ちょっとボーポイして気合で耐えたいな。これ2倍タイムじゃないんで、クレーに行っても2体ぐらいしかいないやろ。このライドでやばい、やばいですか、ね、全然やばくない。耐えれば、耐えれば2倍タイムが俺を救ってくれる。でかい、天才的タイミングの2倍タイム来た。さあで耐えて卵生まれるな。オッケー、これ耐えたらさもう勝ちやん、ね、マイティだとねめちゃめちゃ耐えやすいですけどね。こんなゴレ溶かしてバカ使ってポーンでグッドゲームですけど、まあまあまあ今回はね自力で耐えるしかない。まだポイズン3、4周ぐらい回ってくんねえかも。またちっこいコウモリ回して見えねえよ。マジ、あ、あ、これ。まあまあこれぐらいならいいやろ。さすがにここは行く。あーしっかりね守ってくるね。さあ問題はこっから、さっきまでいや守りたかったなあれ、守りきれなかったっすね。
かわいかつ。濁れがやばい。お、すり抜けー。危ねえなこれ。マイティじゃないんでゴーレム溶かすのがね意外と厄介でしたね。さあおねぶりボーイ、投げ毒ウォールブレイカーディガーズはいきます。いってらっしゃい。いやー未来見すぎ。おっ、いやでかい。これで2発入るのはマジででかい。さあゴブリンマイティなんでこれはもうそれしかない。マイティホールブレイカーしかない。来ましたね。まあほぼミラー対決、ちょっと違うみたいな。まあこのコーンも利かすか悩むけど、一応生かして内側ディガーで竹取って嫌がらせすると気づかなくて2発入ったり。おお、いいね、気持ちいいね。なんかせこいことばっかりしてんな俺。初手ディガーオールブレーカーかつ内側ね。いやまあせこさもやっぱ大事ですからね。こういうダメージを稼ぐ上ではね。アーチャーも地味に入ってるっす。さあ次は、まあ、マイティボム、ボムで受けたい。ウォールブレイカー来たらボムで受けたいなみたいな、そんな感じなんで。からのこれ、さあゴルナイだいぶ刺さってる。いやマジゴルナイサルトマジで強いですね。このダメアダもだいぶよ。しかも俺引きこもります。さあポイズン来る、攻めウッドまでしちゃった。いやーいいウッドで、ここの端前にゴールナインつけれたら熱かったですけどね。ポイズン使った、42はウッド圏内だ。さあゴルナイいつ走るのと思うでしょう。俺のゴルナイは一回も走らないんです。ウッドまで行っちゃって、あーめちゃくちゃいい潜りするじゃん。先行打って逃げ切れるはず。多分ねこの対決強いんですよね、ゴルナイで走れるから。まあ走れなかった時がやばいですけどね、うん、さあジグザグエリゴレ的な最近ハマってる初手ディガオルグウッドまで行っちゃうっていう。どうこれ、やりすぎです。明らかにやりすぎですけど、まあ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 ボムあったんでいいです。ホグだ、ホグクエイクかな。大砲スケでしょ。あーでも大砲なんで26の可能性もあるっすね。26だと意外とゴルナイがいいんじゃない。スケアイスピー顎とかに刺さるけど26なのかな。
これ拾っちゃおう。いやいい、この大砲はさすがにいけないか。こういうのうざそう。アイゴレとかしかないからさ、26って。で走る陸橋を使い切ったところで走る。いやマジゴルナイのねスキルすぐ使わないのがマジで強い気がする。取っとく取っとく、待つ待つ待つ。いやーこっちも削ってんのか。いやーグッドゲーム早いけど、スケスケとかで対応したらもうねゴルナイで、あこれぐらいはいいんじゃない。あそんな素晴らしい最高の受けがあったなんて教えてよ先に。大砲間に合う間に合う。いやーちゃ残したいけどコストねー。痛い。あ、痛い、残った。ありがた。まあ、26なんでね、もうボム突破できないですから、相手。ボムゲーです。マスケみたいな、一回も見てないけど。こんなマスケって出ないもんな。すげえ、ずっと呪文で頑張ってる。これがフィジカルよね。ゴルナイこれ走れるぞ。あー消えたー。えらあのオルメカ意志がある。さあこれで相手も諦めですかね。よしよしよし。やっぱゴルナイだもん、刺されば強いな。やっぱ走られるの嫌なんで、そこにコストを使ってくれるからこそのアドが取れて、その後につながるね、おとりとしても使えますからね。というわけでこちらゴルナイオールベーカー、ぜひやってみてください。お疲れ様でした。またね。